15歳の時に、北川さんと同じようなアクションの仕事っていうか、アクションの、あの大野研究会っていうあのところに入りまして、18になる前までは僕そのアクションをやってて、18になる時に造形の方に移って、怪獣を作ったりする仕事の方に移りました。もう子供の時からヒーローになるぞって思ってたんですね。でまあ体操もやってたから、そのオリンピックにも出るぞとか言ってたんですけど、まあもともとはウルトラマンになりたくて東京に出てきたんですけどそうなんです。ウルトラマンになりたいのに、まあ、ジャパンアクションクラブに入ったら、うちじゃそんなのやってないって言われて、でましてやお前みたいなチビが主役できるかとか言われて、高校を卒業するときにコスモプロダクションっていう造形の会社に進むことになるんですけど、ちょっと特撮の方に興味があったので、まあ、特撮の演出の方に行きたいっていうような話をちょっと会社としてたんですけど、まあ、ちょっとあのそれも叶わなくて、まあ、じゃあしょうがないなっていうことでちょっと独立する方向に入って、でちょうど20歳の時にあのモンスターズを作ることになって、でモンスターズ自分で独立して仕事を始めることになりました。ウルトラマン80で、まあ、怪獣を作らせていただいて、まあ、現場に納品して、壊れたらあの直しに行ったりとかっていう、ちょうどその時に出会った最初の、現場の助監督っていうか演出部のサードだったのが鈴木健二さんっていう人で、十何年も全然音沙汰っていうか、まあ当然フィールドが違ったのか鈴木さんと会うことはなかったんですけど、たまたまあの僕の親友の結婚式でその鈴木さんとあの再会することになって、あの冗談でまた一緒に怪獣作りたいなとかって言ってたら、あのまあ鈴木さんが呼んでくれて VS メカゴジラの、まあ、最初はベビーゴジラとか、どうかなっていう話で、東方のゴジラシリーズでいくと敵怪獣、まあメカゴジラ、スペースゴジラ、デストロイヤっていう風に3本ゴジラの敵怪獣を作る仕事をさせていただいて、モスラ3でいくと白亜紀ギドラとグランドギドラっていう2種類のギドラが出てくるんだけど、まあ、それに入るあの人を決めなきゃいけないっていうことがあって、でやっぱりキングギドラはドラゴンだろう、ドラゴンって思ってたら、ハウス食品のワンフーメンっていうコマーシャルの中にブルース・リーが出てくるんですけど、それは北川さんだったんですね。そんで僕はそのお風呂でドラゴンっていう時に北川さんがふーってワンフーメンの北川さんが浮かんできて、それであ北川さんがいたじゃないか、僕の中では何だろう、ずっとその東宝との関係の歴史もあったから、その果たしてそのゴジラ2000でまた僕たちがそのゴジラを作るっていうことになるっていうのはそんなに予想してたことじゃないんです。鈴木監督から電話があったんですよ。どんな怪獣ですかって言ったらゴジラって言われてそれはちょっと違うんじゃないかなちょっとそれは考えさせてくださいっていうことになりましたよね。その時はね、キャラクターっていうかゴジラのキャラクターをまあどういうものかっていうのは作業場で僕の場合は一回完結して、その後そのなんだろう、現場で膨らますのはやっぱりなんだろう、北川さんに頑張っても、北川さんとか要するに現場が頑張らなきゃいけないこと。若狭さんほら声でかいじゃないですかだから現場でもすぐ分かるわけです。で大体自分を見ててくれるから、で監督の言ったことをすぐポンと言ってくれるし、で自分が動いてどうですかって言ったら、今こうなってるからこういう風にした方がいいですよとかその場で言ってもらってたんで、もう若さも常にいてくんないとやっぱりダメですよね。そういう位置関係2人は。デザイン的に言うとあれはまあ、 あの菊池さんが特撮監督ではあったけど、基本その本編が手塚さんが監督で、どっちかっていうとゴジラのデザインに関しては手塚さんの希望っていうか、手塚さんがこういうゴジラがいいなっていうところで変更したものなので、まあ動きに関してはでもあれですかね、やっぱり菊池さんになってちょっと変わったところはありますかね。菊池さんよりも浅田さんの方がちょっと結構格闘しましたね。まあそれは東京 SOS の時ですね。そうですね、うん、あの2000から自分はあんまり手をこういう風に上げてなかったので、それをこう浅田さんは昔の薩摩さんの頃のゴジラのイメージが強いから、パッとこうしてくれってよく言われてたんで、はい分かりました
で本番の時にはこうちょっと喧嘩はしたくないで一まあ一番怖かったのは海から出てくるシーンですかね。ゴジラなんて自分でこうやって沈んで上がることできないんで、沈まないですよね。だからその網に足を断線で縛って、で巨大なクレーンでそれをガーッとこう下ろしていくわけですよ。無理やり。でそのまあレギュレーターは取ってるんですけど中に。その水圧に最初に降りる時にも水圧でバーッと来ちゃってカパッと取れちゃったんですよこれが。でももうガシャンと下まで降りてから上がるっていうのが決まっちゃってるから、もう動き始めたら止めるわけいかないし声も聞こえないわけですよね。まあ、とりあえず我慢してガシャンとなってこう、まあ、喘いでるんですけどでガーッと今度上がり始めたら今度は水面に出てくるとすごい重さになってるわけですよ。で今度立てないんですよ。倒れていくわけですよでも足が縛ってあるからこれで倒れたら足折れちゃうよねっていう状況ですよね。レギュレーターが多分外れてなくてちゃんと息が確保できてて、で多分足とかももうちょっとうまく固定とかができてれば多分もうちょっとなんだろう恐怖あの危険度は少なくなってたはずなんですけど、やっぱりちょっとそういうこともまた次の課題にはなるんですけどね。じゃあ次はこういう風にしようねとかこういう撮影方法にしようとかっていうことにはなっていくんですけど、一番でも大変だったのは指であのガスってビル、え、なんだっけ、メガギラス違うな、いや2000です。このビルの角に北川さんここに手を置いてくださいって言われてこう置いて、そこピンポイントでピンポイントで穴開けて火薬仕込んでなんかガラガラっていくようになってますから、でもそんなの思った場所に行くかどうか分かんないじゃないですか。あの時でもたまたまうまくはいったんだけど小指がピヨンって弾けたんですよでじゃあちょっと見てもいいってこう近くに行ってこうやったら頭がガラガラガラってこうでも最後は結局腕だけにしなかったでしょ。最後は首ここをかっきってもらって見えるようですそんな強引なこと言ったんでしたっけ。若さんが切ったんです、ガーンちゃん切りましょうってそうでしたっけ、だってそうでしたっけ。ゴジラをミレニアムで作らせていただいてファイナルオーズまでやらせていただいて、まあ、それがきっかけで世界中にいっぱい友達ができて、きっとそのゴジラを造形するっていうことにならなかったら友達になれなかった人たちがいっぱいいたんだなって思うと、やっぱりゴジラに関われてよかったな、幸せだったなっていうふうに思っているので、自分が初めて見てゴジラ怖かった、でも印象が強い。やっぱり子供たちはずっと毎年毎年生まれていくわけだから、やっぱりゴジラみたいな特撮の作品をどんどん作って次の子供たちに感動を与えてほしいな、まあそれにまあ協力できるんであれば自分も協力したいし、作ってくれる人がいれば作ってほしいなと思います。